から国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、三浦康さんが委員を辞任され、その補欠として末松信介さんが選任されました。持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組みを推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。赤